イルマイナス78イルマイナス 78M イルマイナス78は旧ソビエト連邦のイリューシン設計局で開発された空中給油機である。北大西洋条約機構が用いた NATO コードネームではマイダスと呼ばれた。イルマイナス78は 3MS-2 の後継として当時のソ連で標準的大型ジェット輸送機であった。 イル -76 の発展型として設計された空中給油機である。1983年6月26日に初飛行が行われ、1984年より運用が開始された。1987年3月7日には改良型のイル -78M が初飛行している。ベース機であるイル -76 の製造については、 これまでウズベキスタンのテイポークが言ってきた。しかし生産された機体の利益分配をめぐる論争が発生したため、ロシアは生産をロシア国内のウリアノフスクにあるアビアスタル SP に移転し、改良型のいる -76MD-90A の生産を開始した。これに伴いいる -78 の生産もロシア国内に移転され、 イルマイナス 78M-90A はロシアで初めて生産された空中給油機となった。ロシアでの製造にあたっては作業の大部分はロボット化しており、組み立てプロセスは従業員の依存度が低くなっている。正確に組み立てるため組み立て作業はレーザー光学計測システムを使用して行われる。これにより以前は数日かかった胴体と主翼の 接合が数時間に短縮された。塗装には国内メーカーが開発した全ロシア化学物質科学研究所によって開発された特殊なエナメルのプライマー EP-0215 及び EP-0208 が用いられている2012年より PSZ プログラムとして開発が開始され2015年2月24日より製造を開始した。 当初の初飛行予定は2016年、ロシア空軍への納入開始が2018年であったが、これは行われなかった。最初の試作機は2017年11月29日に公開された。2018年11月の発表では、イル -76MD-90A に基づいた給油機の試作機は2019年第一四半期に製造される予定。 試作機は当初予定より2年遅れた2018年1月25日にロシア連邦英雄であるニコライ・ドミトリーヴィッチ・クイモフの手によって35分の試験飛行を実施した4月には地上周波数試験を完了5月にはアビアスター SP による燃料システムの検証を含む1段階の地上を試験を完了7月にはイリューシンにおいて塗装され工場による 飛行試験を開始予定とされていたが、7月の地上試験完了、8月上旬により国家試験開始と年末までの完了計画に変更された。最終的に工場試験の一環として12月26日に飛行を行われたが、国家試験完了は2021年に延期された。機体は、L、イルマイナス76をベースに格納庫に燃料タンク、 胴体後部左側及び領主翼の3箇所に NPP、ズベズダが開発したアパスマイナス 1A 空中給油ポットを設置しており、ポットからホースを伸ばすことで同時に3機の航空機で給油が可能。3箇所の内翼の2箇所は戦闘機用で、胴体後部の1箇所は爆撃機への給油用である。マイナス 78M を除けば燃料タンクを外すことで、 通常の輸送機として使用でき、L、イルマイナス 78M-90A の倍兵器や個人的な装備によるが167人から245人の兵士を運ぶことが可能。必要に応じて消火整備を設置して消防機とすることも可能である。給油速度は通常型のイルマイナス78で最大毎分2300リットルイルマイナス 78M で、 毎分2900リットルである。イル -78M-90A では、給油ポッドが自動化やデジタル化を進めたアパス -1M に変更され、給油速度は毎分3000リットルとなる。総燃料搭載量は110トンイル -76 で、基重座があった場所には給油オペレーター席が設けられている。燃料の転送などはほぼ自動化されているため、 オペレーターの仕事は、ホースの伸縮や異常などのチェックなどのみである。IL-78M-90A ではさらに、自動化を進めており、オペレーター席が廃止されている。これはイリューシンが新開発した、新しい給油管理システムにより実現したもので、システムは、給油機や給油される側の木の位置、風速と方向、その他の気象データなど、数十のパラメータを制御し、 この情報に基づいて収束及びドッキングのプロセスの 3D モデルが数センチメートル以内に作成されコックピットの画面に表示される。さらにシステムは給油機や給油される側の機の位置を監視及び修正を行う。これにより安全な空中給油が可能となった。異なる3タイプの航空機の給油に対応しており、 地上では4機の航空機に対して給油を行うことも可能である。その他の事項として、イル -78M-90A では、アビオン社開発の新しいプライマーを適用した最初のロシア機となっている。このプライマーは、VG-27 というもので6カクロムを含まず、健康への害が少なくなっている。イル -78 マッキーから給油を受ける。 ミラージュ2000イル -78MP53 機が製造されている。アルジェリア・アメリカ、合衆国インド・パキスタン・リビア・ロシア・リャザンのダイアギレボ、基地のイル -78 ウクライナ、中国・イラン・ベネズエラ1993年3月25日、USSR-76736 が、ウズインにおいて、キャビンが破壊されるという事故を起こした。 事故期はスクラップとなった。1998年7月17日、ウクライナのブソル航空の URUCI が、エリトリアのアスマラで着陸に失敗して墜落し、乗員10名が死亡した。統一航空機製造会社公式サイトより3面図。ありがとうございます。